はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。んー、どっちでもいく実況者 BG です。前回このペグチン雪国に建てましたペグチン不動産第2号店、このペグチン不動産第2号店を筆頭に一人寂しく国づくりをしていました。このペグチン雪国、この国に癒しを求めるべく僕はある建物を建てました。そう、これがペグチン不動産の隣にあるこちらです。はい、看板に書いてる通りですね。縦38メートル、横65メートルの、合計133平方センチメートルに建てられたこちらの建物。そう、ペットショップ本邪魔か。今回はこちらペットショップ本邪魔かを紹介していこうと思います。ご覧ください、もう猫ちゃんがもう見えてますね、かわいいお尻が。それでは早速中に入っていきましょう。はい、どうもこんにちは。ということでまずこちら最初ね、猫ちゃん、お値段なんと2300円で売られています。もちろんワクチン接種済みで保険料もちゃんと加入しております。でこちら右手に見えますのはウサギちゃんたちですね。いっぱいいますね、かわいいですね。お値段なんと、560ウォン。560円持ってきたからといって買えるものではありません、ご注意ください。でこのウサギちゃんの真後ろ、あ、かわいいキツネさんがいらっしゃいますね。キツネさん、こんなとこキツネさんも売ってるんですよ。はい、こちらね、ゴンギツネ、お値段なんと89,000円。まあ最終的にね、あの漁師に銃でパーン押さえて死んじゃいますけれども、今の小学生ってゴンギツネ習うんかな。でまあこのペットショップ一番の目玉といっても過言ではありません。はい、行商人です。ご覧ください、行商人2点セットでお値段なんと8980円。これはお買い得ですよ。これね、馬はまあ乗ってね、ちょっと駆け巡ったりして、まあ、たまに人参あげたりとかしてね。で、人間の方は、まあなんか適当にスーパーに買い物行かせたりとかしたら、まあ自分の生活のランクが、まあワンランク上がるんじゃないかなと思います。そして今のご時世、コロナ対策、しっかり万全に行っております。こちら、アクリル板をね、カウンターテーブル前に張り巡らされております。というわけで、いかがだったでしょうか、ペットショップ本邪魔か。ちょっと一人寂しくこんな風にね、建物をちょくちょく作っちゃってしまっているので、これからは、建てた建物をね、手短に簡単に紹介していこうと思います。それでは次回はまたどんな建物が紹介されるのか乞うご期待。また次回、さようなら。こちらアクリル板をね、カウンターテーブル前に張り巡らされております。